北島さん、意気込みをお願いします。会場の皆様こんにちは。この、まず最初にコロナ禍にありながら、3年ぶりにこの大会、本当に踊り子のみんなが楽しみにしていたこの大会を、開催していただきましたことに、関係者各位の皆様のご尽力に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。私たちは、すいません、ちょっとお時間いただいたものですから、少しお話しさせていただきます。コロナになって3年、最初は本当に未知のウイルスに怯えて怖くて、外にも出られない日々が続きました。でその次にすごく怖いなと思ったのは人の心だったんですね。人の目、人の声、そういう目に見えない、本当に人間ってこんなにもパーンと変われるものなのだと思うほど、ちょっと心が傷つく場面をずっと見続けてまいりました。そこでこの3年間の思いをもっともっと前向きに、私たちがはるか昔に忘れ去ってしまった、心の奥にしまっちゃってあった優しさ、思いやり、そういうものを詩に託して新曲作ってまいりました。本日は皆様、暑い中で ございますが、ご一緒に私たちの3年ぶりの新曲楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございました。それでは準備の方お願いします。それでは改めまして、会場の皆様こんにちは。埼玉県は飯能市よりやってまいりました、緑と清流とムーミンの町よりやってまいりました、よさこい飯能ラブでございます。3年ぶりの新曲、一生懸命踊り子、9ヶ月もかかって練習してまいりました。どうか温かいご声援よろしくお願いいたします。では踊り子まいりましょう。飯能ラブ、笑えや笑え。雨が降ったら傘を差しましょう。風が吹いたら窓を閉めましょう。
よさこい反応ラブの皆さんでした。